ちは、日本改革党靴沢です。一人様、富江様、中様、ゆう様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。今日は越谷市から離婚している辺見正隆、ところに行ってまいりました。ちょこちょこと、まあ、激励っていうか、ね、地方議員としての公約を演説してもらうという趣旨で、あちこち行ってるんですけれども、まあ、疲れるわな、毎日出てるとな。本人たちはもっと疲れてるんでしょうから、あれですけれども、木村隆二容疑者、全国に読みが同姓同名いっぱいいるでしょうね。さぞかし、迷惑されていることでしょう。中には漢字も一緒っていう人もいっかもしんないな。龍にって書くから次男なのかな、この人な。やっぱりかというか、安倍が、壺がでした。既存政治家は統一教会の組織票で当選している。ギャオーン。既存政治家って、一体誰よって話なんですけど、統一教会って8万人ぐらいしかいないみたいなんですよ。600万人いるね、学会な、統一教会だけで、既存政治家は組織票で当選しているにしても、8万票ですと国会議員1人か2人ぐらいしか当選させられないけどね。議会に諮らず、安倍国葬を強行、ギャオーンと言ってたそうであります。一般反応。やっぱ山上模倣犯じゃねえか。ホームラン級のバカ。安倍川さんじゃありませんか。やっぱりか、予想通り。しかし、めっちゃ頭悪いな、こいつ。完全にテレビが生んだ模倣犯。頭にアルミホイル巻いてそう。パヨやワイドショーに洗脳されちゃったんだね。山上の原型署名してそう。変更マスコミが作り上げたモンスター。ワイドショー、百害やって一理なし。ああ、これメディアのせいっすな。マスコミの責任は重いが、責任取った試しがない。まさにその通り。木村の現職業は引きこもりだそうなんですけど、今は留置所かな。普段とあんまし変わらず、兵所体制あるかもしれませんね。20代の自民支持率が高いから、若い人はみんなね、ネットで知ってて、テレビ嘘ばっか、野党バカばっかって知ってるんだと思ってましたけれども、少なくとも高齢者よりは知ってる率高いんじゃないかって思ってましたけれども、もしかして親に取り上げられて、スマホもない、ネットも見れない環境だったんだろうか。日がな一日中テレビ見せたら、そりゃ自然にね、安倍が、ツボがになりますわね。そういうような、そうなるような情報しか放送してねえし、テレビ新聞は。さらに木村、年齢制限と供託金が用意できないので、参院選に立候補できない。法律が悪い。裁判を起こして、裁判所に棄却、門前払いされてました。裁判を起こす元気なんだったら、引きこもってないで働けって感じなんですけども、NHK 党が同じことしてましたね。なんか22歳の女の子、区議選だが市議選に出して、却下されて、俺は悪くない、社会が悪いっていうメンタル似てますね。NHK 党と木村ね。一般反応。だだこねてんじゃねえ。こういうやつがいるから制限を設けてるんだぞ。その通りだ。供託金なしだと、思い出立候補や冷やかし立候補が増えて、収集がつかなくなる。これあれですね、票割る立候補もすっかもしんないですね。あいつ落選させたいってなったら、似たようなことを訴える、政策が似通ってる、人を立候補、つうか立候補させた人にそういうことを言わせる。すると票が割れて、なんつうの、目当ての落選につながるっていうこともできかもしんないな。だからって総理に爆弾投げて
何が解決すると思ったのか、総理に爆弾投げて成功しても年齢制限は撤廃されねえし、供託金が必要っていうのもなくならないと思いますけどね。30歳まで供託金貯めて立候補しようとは思わなかったのか。まあ精神的に未熟っていうか子供なのかな。それでなんで総理を狙うのかさっぱりわからん。朝日新聞が応援してた女と同じ主張でパヨ確定と。木村、安倍が、つぼが、供託金が、そんなに日本が嫌なら引っ越せばいいのにね。私も去年参院選に東京選挙区で立候補しましたけれども、供託金はね、必死で贅沢せずに貯めました。没収されました。没収されてしまいました。選挙中は東京のどこでも凱旋できんで、新大久保駅前と厚労省前で外国人生活保護廃止を、国交省前で簡体字とハングル表記反対を、財務省前で減税しろって言ってきました。文科省前で留学生優遇やめろ、凱旋してきました。あと外務省で何かやったような気がするけどちょっと思い出せません。俺が300万用意できないのは社会のせい、なんでそうなんだって話ですね。俺が貧乏でモテないのは社会が悪いっていう、自己責任放棄の新生パヨですね。私は左翼は甘えと思ってます。左翼は嫌がらせ訴訟大好きだしね。自分で何とかせずにくれくればっかりんだね左翼ってね。それってさ、増税してくれって言ってるのも同然なのに、増税は嫌だとも言うし、じゃあどうすりゃいいんだ。金も払わずとんかつ食いたいっていう、わけのわかんない連中がパヨですよ。こういうバカを排除するために供託金と年齢制限が機能してるようで、頂上めでたいめでたい。まあちょっとね、参院選衆院が25歳からよくて参院が30歳からっていうのはちょっと変だなって思いますけれども、あとは投票するのが18歳から可能で、立候補が25歳っていうのもちょっとわかんないなって思いますけれども、別に18歳からでもいいんじゃないの、思いますけれども、投票はしていいよ、立候補はダメよ19歳の人はってちょっとおかしいような気がするんですけれども、それだってそれを改めろっていう訴訟は私は起こしませんよ。まあまあ議員とかさ、ネットに訴えかけてそういえばおかしいよねってなればいいっすけどね。というわけで、各支部長10名立候補中であります。ご投票ください。地区にお住まいの方はご投票ください。どこも見てきましたけれども、ポスター掲示板、うちみたいにはっきりと9条廃止、外国人生活保護廃止って書いてあっとこう、一つもないよ。みんなね、越谷市を前進させるとか、こんなのばっかり。なんかふわっと、ふわっとした、公約ばっかりポスターに書いてあります。具体的には何をすんだっていうのばっかり。介護も教育もちゃんとしっかり。みたいな、こんなんばっかり。ほんだったら、日本改革党、やることが具体的な日本改革党に、ぜひご投票ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。